列車の交換左手前が貨車、その下の赤い屋根が乗務員室。第2号水道立山ケーブルカーは、富山県中新川郡立山町、足倉寺麻布名坂にある、富山地方鉄道立山線との連絡駅の立山駅から室堂への連絡バスの発着する美女平駅までを、結ぶ立山黒部観光のケーブルカー路線。正式名称は、工作線であるが、 同社の黒部ケーブルカーも正式には同盟であることもあって案内状は用いられていない。立山黒部アルペンルートを構成する交通機関の一つである。もともとは立山開発鉄道の路線だったが2005年に立山黒部観光と合併し同社の路線となった。車窓からは中上設備の岩肌を見ることができ、自動放送のアナウンスでも案内される。 所要時間7分。乗車時間指定制。当機は運休する。通常は20分間隔で運行されるが、多客機など積み残しが発生する場合は、増発による随時運行となる。また、増発を実施してもケーブルカーの積み残しが発生する場合や、ケーブルカーの運休時は、立山高原バスが立山駅まで延長運行される。 客車のもとに貨車を連結して運行されることが多い。この場合、立山駅へ降りる側の列車では乗務員は貨車の下場に設置された乗務員室に乗務する。立山駅美女平駅。ありがとうございます。